こんにちは。今日はショートレッスンをします。今日は3つのねについて勉強します。それでは始めます。同意のね。友達と雑誌を見ています。友達が言います。かわいいね。かわいいね。この意味は She is cute。 私は言います。そうだね。そうだね。この意味は Sure です。今日は晴れです。今日は晴れです。友達が言います。今日天気いいね。今日天気いいね。この意味は The weather is nice today です。私は言います。うん、暑いね。暑いね。この意味は It's hot です。確認のね。カットの予約をします。カットの予約をします。私は言います。明日3時に予約お願いします。明日3時に予約お願いします。この意味は I'd like to make an appointment for 3 tomorrow です。担当者は言います。3時ですね。明日3時ですね。歯医者に行きました。歯医者に行きました。医者は言います。1時間食べ物を食べないでくださいね。1時間食べ物を食べないでくださいね。この意味は Please don't eat for 1 hour です。次、注意のね。友達の家に行きました。友達の家に行きました。友達は言います。この犬噛むから近づかないでね。この犬噛むから近づかないでね。この意味は This dog bites. Don't go for near it です。友達が言います。来年ね、ナナさん結婚するらしいよ。来年ね、ナナさん結婚するらしいよ。この意味は Nana is going to marry next year です。今日は3つのねについて勉強しました。どうですか？わかりましたか？ではまた次の動画で一緒に勉強しましょう。